つの技術で習ってるものっていうのがもうないんですね。総合的に問題解決できる人材というのは多分これから必要なんだろうと。でそのためにやっぱソーラーカーというのはですね、まあ、最高の素材じゃないかなと思っています。今自動車というのは動くコンピューターなんですよ。でそれは電気自動車、もう電気で動くなるとですね、本当にもうコンピューターがモーターとタイヤをつけて動いてる、それにソーラーパネルをつけてですね、自分で発電できる機能を持たせたのがソーラーカー。電気も電子も情報もあるいはもう機械もですね、いろんな技術をですねこれ使わないと一つのソーラーカーというのはできないんですね。ということはまあソ連に参加することでですね、まあ、彼らはその多くのことを学べますし、当然一人でそれ全部できる人というのはいませんので、まあ、それを協力してですね、で自分の得意なところを持ち寄ってやると、まあ、そういう結果もできるだろうと。昔は例えばですね、いわゆるハードとソフトってことでですね、ハードはハード、ソフトはソフトという形でやってましたけども、もう今これが一体化してまして、例えばソフトウェアとかですね、通信のサービスをやってるまあ企業がですね、まあ、その半導体の設計をしたりとかですね、あるいはタブレットやそういうハードウェアも作っています。いろんな分野のですね技術を動員してですね、勝負しているというこういう時代ですので、知識ってすぐもう、ね、やっぱり先端分野ほど古くなりますので、つまり大学で4年間で学んだことで、これからやっぱり40年やっていけるわけじゃないので、やっぱり知識そのものというよりは知識アップデートしていけると。例えばソーラーカーであればモーターをコントロールするのにプログラミングが必要ですと。で自分はソフトは専門じゃないと、なんだけどそこをひょいと飛び越えてですね、新しい技術を身につけると、あえて自分が得意じゃない分野に取り組むということもですね、ぜひこの学生のうちにやっといてもらいたいと。そのためにやっぱソーラーカーというのはですね、最高の素材じゃないかなと思っています。やっぱり基礎から応用まで、あるいは電気から電子情報までですね、やはりそこをですね、一気に飛び越えてですね、やっぱ何かを成し遂げる、やっぱ実際に自分で手を動かし頭を使いですね、やっぱ実践的に勉強していくと。でソーラーカーというのは、ね、やはり出来上がったものが走りますので、やっぱり達成感はあるんじゃないかなと思います。で私たち研究室では、電気自動車やソーラーカーの研究を通して世界で活躍できる技術者を目指しています。若い皆さんの力に期待していますので、ぜひ一緒に頑張りましょう。よろしくお願いします。